もんかな。こんなもんかな。なんか、質問ある人。あ、じゃあ、いきますよ。スタート。役職をお選びください。選択しない場合、余っている役職がランダムで振り分けられます。あなたの役職は村人です。夜が更けました。人狼に気をつけてください。夜が明けました。昨夜は誰も死にませんでした。発言ターンに入ります。4番のプレイヤーが発言します。はい、そうですね。まあ SG1 の村人は残して白狼を釣りたいです。 SG1 の狼を釣って白い村人の残したいです。まあ要約すると村を残して狼を釣る、それ以上は言ってないです。はい。 役すかし増えてます。もう役すかしたらね、もうね、グレーはもちろんのこと、片白でも条件的に、条件付きだよ、それ。役すかしたっていう。狂人が住むらって言って噛まれないようにしたりとかあるからね。狼が、役すかすとかあるからね。こういう時には、片白でもみんな力を合わせていった方がいいと思う。グレーはもうもちろんだけど、あと柱発言、あれはもうしないでほしい。ただ黒い行為だから。勘違いしてる、白い行為だって。あとは何だろう。スラ。もう役があろうが、普通のスムラだろうが、スラって全く持っていらない。そもそも占い師語られで考察が濁ります。以上です。5番のプレイヤーが発言します。はい、おはようございます。まあ、4番さんの言う通りだと思います。特に反対意見はないです。まあ、どうだろうな。一周目、予言、二人くらい出てくんのかな。それで、霊媒師は二周目で出てくんのかな。そんな感じな気がします。まあ、そしたら、霊能が、やっぱり、どうだろう。まあ、釣り、どっちかしん、決め打ちなのかな。まあ、狩り人は出ないっしょ。そんなもんかな。なんか、4番さんが言ってたことをよく、なんて言うんだろう。まあ、あんまりどうこう自分は言えないけど、まあ、テンプレ通りで進んでいくんじゃないかな。多分。なんか変なことではない限りですね。ちょっとすいません。ちょっと、終わります。6番のプレイヤーが発言します。まあ、とりあえず話していったところに触れるんですけど、4番さんに関して言うと、僕は SG1 は釣った方がいいと思ってる。SG1 で狼落ちることもあると思ってるし、なんだろう、やっぱ発言伸ばせない人っていうのは僕いらないと思ってるかな。まあもちろん盤面に寄ってくるのかもしれないけど、それ以上になんか発言的に失言とか、まあ明らかにおかしい人がいたら当然黒い位置から入れていくけど、まあ、SG1 っていうのは釣り位置として上げるべきだと思ってるかな、4番さんに関しては。まあ後の考察に関しては別に違和感ないかなっていうふうに思いますかね、4番さんに関しては。で、5番さんに関しては、なんだろう、まさに5番さんこそ SG1 になりかねんかなっていうふうに感じましたかね。なんで4番さんにそこまで全部同意するのっていうふうには思いましたかね。だから5番さんの印象が若干、今んとこ4番さんにと比べたときに悪いかなっていう感じです。ぐらいかな、今日言うとしたら。あと15秒あるんで、まあ、思考開示しとくと、占いの精査っていうのを僕は頑張りたいと思ってます。だから占い室の人にはお願いしたいんですけど、なんていうんですかね、こう、失言とかそういうのをしてほしくないなっていうふうには思ってます。7番さんどうぞ。7番のプレイヤーが発言します。お願いします。6番さんはね、印象がいい。6番さんは間違いなく印象がいいかな。はい。発言精査は占い精査頑張る。うん。間違いなく印象がいい。はい。色落ちはしない。それだけは言っておく。うん。5番さんに関しては、あんまり5面は感じないかなっていう感じですね。めちゃめちゃリラックスして、語尾に、こう、なんていうのかな、伸び棒みたいなのつけて、リラックスしてんなっていう印象があったから。はい。4番さんに関しては、まあ、何回か4番さんとはやってるんですけど、まあ、相変わらずブレないなっていう感じで、
はい。まあ、総論言うと、4、5、6、色落ちがないんだけども、印象順で言うと、6番、4番、5番の順で、印象がいいかなって感じっすね。これ、9番さんが接続切れなんで大丈夫かな、これ。大丈夫ですかね。9番さんが戻ってこなければ、ああ、戻ってきたらよかったですね。はい。どうなんだろうな。ただ、思うのは、ちょっと5番が狼だった時がすっげえ怖いかな。はい、以上。8番。のプレイヤーが発言します。はい、おはようございます。8番占い師です。8番占い師、6番白パークお願いします。で、4番さんから触れていくと、4番さん、スラをしないでほしい。同意ですね。私もしませんよということで、占い師ですね。はい。で、4番さんが言ってたんですけどスラー押したやつは確実に釣るみたいなのと、あと、何やったっけ。まあまあ、進行論的なものだったかな。まあでも印象は良かった、4番の印象。まあ俺、気になったら5番かな。それを、まあいいとも悪いとも言わず、なんかやるんかな、みたいな、そんな感じ。で、その印象いいって言ったら、ちょっと5番、7番が臭いかなっていう感じに、今んとこ見えてます。一番見えてるのは5番かなっていう感じ。以上です。9番のプレイヤーが発言します。8番さん占い師、6番さん白ハックです。そうですね、村人陣営です。すみません、4番さんの言ってた専門用語すぎて、すみません、よく分からなかったんですけど、なので色とかよく分からない、色とか全く落ちてなくて、白黒まだ分かってないんですけど、自分が特に言いたいのは、占い師、村陣営の占い師が、なんか、荒らすとか、よくわからない、考察が伸びないみたいな、よくわからない、占い師が出てくるのはやめてほしいですね。まあ、人狼側がやるなら、まあ、しょうがないんですけど、そこはちょっとお願いしたいです。この前あったので、村陣営は、なるべく足を引っ張らないようにお願いしたいと思います。それぐらいですね。はい。1番のプレイヤーが発言します。はい、よろしくお願いします。私、占い師で、4番さん白、4番さん白と出ました。はい。で、まず5番さんは、なんか霊能は2周目で出てくるのかなとか、まあ、いろいろあやふやなことばっかり言ってたので、すごい怪しいです。で、6番さんが言っていた、まあ、4番さんに対しての SG1 釣り、4番さんが、まあ、SG1 釣りたくなくて、白露1釣りたいって言ったんですかね。まあ、それに対する発言、SG1 釣り、6番さんはそれに対して SG1 は俺は釣りたいよというところはすごい納得できたので、6番さん結構意見一緒なので白っぽいなと思ってます。で、7番さんが5番さんのローメは感じない、5番が狼だと怖いって言ってたんですけど、それが全く納得できないので、私一番今釣りたいのは7番かなと思ってます。時点で5ですね。で、8番は狂人か狼かはよくわからないですけど、はい。で、9番さんちょっとすいません、時間ないんで。2番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。CO 特にございません。そうですね。占いに関しては、まだ真偽はついてませんが、対抗を、何で見るとかはどうでもいいんで、グレー精査をしっかりしてほしいかな。あなたからしたら対抗は人外でしかないんで、何で見るとかっていう深い考察はいらないんで、グレー考察をしっかりしてほしいと思う。釣り位置で言えば5、9に関しては、もし真の占い師が嵐だったらとかっていうのは、もし嵐だった場合ってもうどうにもなんないんでっていう感じなんで、その意見はもう全然考察になってないし、グレーに全く触れてないっていう位置で9。で、5番さんに関してはまあ2周目ですが、なんか結局何が言いたかったのかよくわかんなかったかな。で、印象が一番いいのは6番。で、1番が言った通り7番がよくわかんないかな。5番がローだったら怖いって、5ってあなた目線だったら現状だ、あなたの位置だったら SG1 だったんで別に怖くなくないって思った。囲われた時には釣れないが、カングレだった場合って釣りやすい位置なんで、狼だったら怖くないでしょと思ったかな。3番のプレイヤーが発言します。はい、村人陣営でした。塩特にありません。そうだな、私が気になったのは、一番気になったのが9番さんかな。9番さんが、結構後半位置にもかかわらずグレー精査をあんまりしてなかったっていうのが一番気になったかな。5番さんも、皆さん気になっ
ってるんかな。なんか私がちょっと気になったのがテンプレ通りに進んでいくのかなみたいな感じでは、なんかまあ盤面わかってるのかなとか、強靭だったら盤面通りにしてねみたいな感じに、オカミさんに伝えてるとか、そういうふうにもう見えなくはないけど、それよりも9番さんの無礼精査をしなかったっていうのが気になったかな。うん。で、1番、そうですな、1番、2番さんが白いと思ったかな、私。その7番さんに対する印象とかもほとんど一緒かなと思った。8-1 の心理はまだついてないですが、1番さんが急に触れ、4番のプレイヤーが発言します。そうですね。まあ、そうですかって感じですよね。占い師はわからないです、まだ。9番って発言してないよねっていう。5番、接続切れで。これどう取るか。俺の話をプラスに取った取るか。適当に聞いてたと取るか。7、2、3。7はすり寄ってんのか。2、3は真面目に言ってる風な狼かもしれないからね。まあ、このままだったら接続切れでる5番に行くとか。9番が精査しないなら、まあ、俺が入れなくても勝手に票は集まるわなっていう。本当に号泣が狼なのか、じゃなかったら、7、2、3に入れなきゃいけないなと。まあ、俺の一票だからどうしようもないけどね。8、1を何と見て、8、1がどこ釣り押すかも考えて、ちょっと、まあ考えます。5番のプレイヤーが発言します。6番のプレイヤーが発言します。とりあえず票として結構5番さんに票集まってたと思うから、自分は継続したいと思ってるっていうところだけ落としておきます。そこはまあみんなに任せます。確か5番さんホストだったからね、まあそこは置いときます。だからまあ僕今日提示するとしたら、まあもう5番さんか9番さんか7番さんですかね。もう理由としてはまあみんなと同じかなっていう感じです。5番さんに関してはまあ純粋に発言が伸びない。今日も発言できない。接続切れ釣りたい。で9番さんに関してはもうなんだろう、もうそのところで思考開示してる場合じゃないよ、本当に。グレー考察をちゃんとしてください。特に今日。それによってまた変わるかもしれない。で、7番さんに関して言うと、なぜ5番さんをなんか、なんだろう、その横棒がとかそんなところでなんか印象いいみたいな言い方したのかなってのはまあすげえ気になったかな、僕目線でいくと。で、まあまあとりあえず僕のグレースケールとしては以上で、で、占いの精査に関して言うと、1番さんはなんだろう、まあ結局思考としては僕と同じで、現状1番さんの方が新面に高いけど、1番さんでめちゃくちゃ気になったのはなぜか9番さんに一切触れなかったっていうのは超気になったかな。だから1番さんロージックで置いた時に9番さんは相方として足り得るのかなっていうふうには感じました。はい。戻ってきたんでやりましょう。あ、戻ってきたけど、予言です。はい。歴史に関しては、まあ出た方がいいかなっていうふうには思いますかね。ぐらいかな。で、8番さんの相方っていうのは現状まだ見つかってないかなっていうふうに思います。はい。とりあえず今日は僕の、まあグレースケールとしては579で提示しておきます。お願いします。7番のプレイヤーが発言します。少なくとも6番さん、俺は印象で、6番の、印象論で言うと、6、4、5の順番で印象がいいって言ったんだよね。だから俺は5番の印象がいいなんていうことは一言も言ってない。はい。ただ5番さんっていうのは正直あんまり、どうだろうな。もう2周目話聞けなかったんで、どうだろうな。ごずりしかねえのかなって思ってるけど、普通に5番のあの1周目の発言って、論目にはほぼほぼ感じられなかった。だから仮に5番が、強ムーブしてたりとか、その SD になろうとしてる狼だったら怖えなって思ったんだよね。4番の論で言うと、SD 値が釣りたくない、隠れてる狼に釣りたいっていう進行、確かに4番さんって本当ブレねえなってずっと思ってたから。はい。どうだろうな。8-1 に関しては、8がそもそも役の進行を言ってなくて、8時点で、6に霊能が刺さってるんでしょ ?6 に白が刺さってる時点で多分8っていうのはこの盤面で、騎士出てもらわないと辛いんじゃないの結構辛いと思ってるけど、8番さんの発言聞きたいけども、今のところ占い師だったら、8-1 だったら、そういう意味では1が死んだじゃねえのって思ってるけど。
どうだろうね。9番さん、いや、あんまりね、まあいいや、発言精査のゲームだから、5番に行くけど、全く発言がなかった。俺は5番あんまり露目が感じられないと思ってるけどね。かんねえけど。まあ5番行くか。8番のプレイヤーが発言します。はい。まあ役に関しては占いしか触れなくていいと思ってるから。で、役に関しての動きっていうのは、もうこの2周目の時点でいいんじゃないかなと僕は思ってます。というわけで、騎士が、号泣にいたら出てくださいとしか言えないかな。だったら、もう号泣でいいと思うかな、俺は。2、3って、まあ、だいたい、1と全く一緒か。でも、2番が一番やっぱ白いかな。9に視点を、9の視点で、5と7のグレー精査があんまりできてなかったっていうのは、なかなか、あんまりちょっとロー目があるかなって思ってて。で、対抗1番を起点にしたらどうだろう。1。でも対抗もね、5、7って言ってんだよね。それでどうなのかなって思って。まあでも5か、7に、いんのかな。よくわかんないですけど。ああ、そういうこと ?5? え、5? あ、5を売らない?5売らないな。え?9 番のプレイヤーが発言します。1番のプレイヤーが発言します。もう敗損にしませんか。うん。5番さん、釣られそうになって、まあ、占い師って使用してますけど、まあ、このままもし続けるならもう5番さんですね。もう確定人外です。はい。まあ、全然いいですけどね。うん、5番さん確定人外ですね。なんで5番さんから言ってください。はい。で、あと、ま、9番さんも、そうなんです。9番さんあんまり話聞けてなかったんですよね。すみません。なんか、嵐がとか言ってたのは、聞いてたんですけど、よくわからなさすぎて全然聞いてませんでした。なんで、ま、579なんですけど、まあ、7番さんの言ってる意味はわかるんですよね。その5番さんが、そのローだったらもう少しなんか、そう、村っぽさを勝ち取るためになんか動くだろうみたいな話をするみたいな感じにも取れたので、まあ、7番さんまだ579だったら、まあ、なんだろう。まあ、597の順にな、かなと思ってます。で、まあ、2番さんと3番さん白っぽいですけど、まあ、4番さんの言う、まあ、確かに、まあ、真面目にやってる狼っていうふうにも、まあ、捉えれると思うので、ちょっと怖いなと。あ、いいっすよ、いいっすよ。ハイソン。とは思ってます。ハイソンならないかな。あ、僕、ああ、OK。いや、これ無理ですよ。これは。どういう内訳でした ?5、8、ローロー、7、狂人。あ、やっぱ7番さんも、やっぱあれだったんだ。あ、悲しいゲームでした。悲しいゲームですね、これは。8番さん声エコーかかってますよ。あ、マジですか。いや、ホールでやってるのかなと思いましたよ。8番さんですよね。え、予想していいって8番さんやんね。あれ、7番さんですよ、多分。あれ、7番さんやっけ。予想していいってコメントした7番さんでしたっけ。そうそう。そうか、そうか。あ、じゃあ、とりあえず仕切り直しで、入ってきた方が、5番さんと、号泣ですよね。はい。あ、天候お願いしていいですか ?5 番さんと9番さん。はい、どうも5番です。はい、どうも9番です。
じゃあ準備完了してもらって、で、ルールは、まあ、いわゆるテンプレルールってやつですかね。初日口頭のみで、2週目からチャット使用 OK で、基本チャット雑談とかはなしで、まあ、僕は薬害なしの方が好きかなと思います。で、配送に関しては、どうなんでしょうね。まあ、さっきみたいな感じでみんなでやり取りしながら決めたらいいかなと思います。あ、配送するときには、まあ、自分から言いますね。ぐらいかな。はい。まあ、何か質問なければ準備完了してもらって、まあ、スタートしたいと思います。あ、じゃあやります。役職をお選びください。選択しない場合、余っている役職がランダムで振り分けられます。あなたの役職は、村人です。夜が更けました。人狼に気をつけてください。夜が明けました。昨夜は誰も死にませんでした。発言ターンに入ります。7番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。トップバッターですね。死はありません。思考開示すると、まあ、結構盤面が詰まっていった時の発言が重要かなと思ってて、まあ、初日とか、結構前半、序盤であれば割と白い発言ってできると思ってるんですよね、狼では。でも盤面が詰まってきて、だんだん、その、グレー幅が狭まったりとか、村視点でも、煮詰まってきた時の発言ってめっちゃ重要かなって思ってますんで、そういうのも、大事にしていかないといけないかなと思ってます。はい。ただ、じゃあ、序盤の発言が意味ないかっていうと、そうでもなくて、総合的に見ればいいと思ってるが、最終、その盤面が詰まってきた時の発言の方が、ウェイトを、が高いんじゃないかなって俺は思ってますね。はい。まあ、あとはそうだな、占いに関してはね、占い師が芯を取れたら、まあ、ほぼほぼ勝てるかなと思ってるんで、占い師に関してはマジで頑張ってほしいかなっていう感じで。8番のプレイヤーが発言します。はい、おはようございます。8番です。村人陣営です。ということで、7番さんの思考開示と、まあ印象いいんじゃないですかね。グレーが煮詰まってきてからの勝負と。なるほど、わかります。何わかってんだって話だけど。まあ、確かにね、占い師には頑張ってほしいという、その発言には同意しますよ。あと、そうだな、釣りたい位置っていうのを明確に言ってほしいかな、俺は。この人を釣りたい理由はここ、みたいなね。終盤の位置でね、言ってほしい。7番に関しては、印象は、まあ、良くも悪くもないって感じかな。はい。そんな感じで。じゃあ、9番さん、お願いします。盤面、揃ってから言います。以上。9番のプレイヤーが発言します。はい、おはようございます。占い師でした。2番さんが白。2番さんが白。はい、把握お願いします。まあね、騎士については、じゃあ2週目の私の発言の時に、出ていただくようね、出る場合は出ていただくよう言いますんで、で別に、私はそこでね、騎士の方出てくださいって、出たければ出てくださいっていうふうに言いますんで、で、霊能に関してはもう1週目出てもいいし、2週目の七番さんの発言の時に出てもいいんじゃないかと思います。で、まあ、占い師めちゃめちゃ芯取ってくださいと、7番さん、8番さんに言われたんで頑張ろうとは思うんですけど、じゃあそしたら村の皆さんもね、しっかりと占い精査してください。1番のプレイヤーが発言します。はい、よろしくお願いします。私、村人陣営でした。まず9番さんの占い師から言うと、まあ、騎士に2週目出てきてっていうタイミング言うからって言った後に、潜伏するなら潜伏していいよみたいな感じだったんで、ちょっとなんか、ブレてるなという印象です。まあ、それが、
まあ別に芯を落ちたわけじゃないですけど、まあなんかちょっと頼りないなという印象です。で、7番さんについては盤面詰まってきてからの発言が重要ってことだったんですけど、まあまあ間違ってることは言ってないなと思ってます。うん、確かにまあその情報が、まあ盤面が進んでいく中で、あの情報が更新されていくので、まあ思考ロックせずに、あの情報更新して、アップデートしていってよという意味合いだと受け取って、私は7番さんの言ってることは理解できたと。で、まあ8番さんも2周目1なんでね、あんまり印象はないです。もう印象ゼロです。はい。以上です。はい。2番のプレイヤーが発言します。お願いします。9番が自主しました。そうですね。9番に関しては、7、8に対して何も触れなかったっていうのは、まあ村で見たのか、印象論でしか語れなかった。ので触れなかったのかっていう部分は言った方がいいと思うかな。印象論でしかないんで触れませんとかって言うべきだと思う。その部分に関しては若干新芽が落ちるかなと自分は思う。白出されてるが。で、7に関しては進行論なんで色付けできないが、8に関しては自分が聞いた限りだと最初7番印象いいですって言ってたはずなのに、なんか最後になって印象は特にないですになったような気がしたんで、あれ？どういうことなの？その発言60秒でブレるの？って自分は感じちゃったんで、そういう部分は1番さんは感じなかったのかな。9番には不信感というか、発言がブレたのを感じたのに、8番には感じなかったのかなっていう印象は思ったかな。1番に関しては。3番のプレイヤーが発言します。はい。占い師でした。6番に白が刺さってます。6番に白が刺さってます。把握お願いします。一番印象良かったのが2番さんやね。そう、私も、その8番さんが、最初7番さん印象いいのではって言った後に最後に印象良くも悪くもないです、7番さんって言ったのが、すごいなんか、2周目に黒塗りしようとしたのかなとかちょっと思ったりしちゃいました。それぐらいかな。で、そうやね。1番さん、それに対して触れなかったって言ってた2番さん、ああ、確かに触れてなかったなと思って、その部分は把握漏れがあって申し訳なかったなって勝手に思いました。一番印象良かったのは2番さんです。あ、何も言ってないね。まあ、騎士はセンスで、霊能は私、すりきり派です。はい、それぐらいです。4番のプレイヤーが発言します。そうですね。うん。占い師はまだわかんないです。9番の芯を切るべきじゃないと思うし。うん。騎士に対する言い方？うん。芯かもしれないよ。人間だからね。7、8、1ですか。うん。基本は、グレーセスは聞かないとわからないです。うん。7番だと、まあ2周目でしょう。まあ、8。そのみんな触れてるけど、ちょっと声が聞こえにくくて、兄さんの伝聞情報から聞くと、そういうのブレてんだったら、まあ7よりはマイナスに若干なるってことでしょ ?1% か 2% くらい。1番も、その、全部7、8を印象ないって言ったことが、まあ 1% か 2% くらいマイナスになっちゃうってだけのことぐらいだから。だからといって7、8と1が黒いってわけでもないから。グレーセスは聞かないとわかんない。うん。まあ、9番に対して1番は2世だって言ってたよねっていうぐらいだよね。まあ、2周目でちょっと精査します。5番のプレイヤーが発言します。はい、どうもお願いします。使用します。例の者です。ということで、まあ、後半ね、もう6番さんしか残ってないから先に出させていただきました。ということで、ね、占い師と白崎把握なんですが、うん。白いやつが全然わかんないね。うん。ね、グレーに関して7、8、1、4番さんかな。うん。っていうのは別に、みんな、いたって普通だね。7、8番さん最初ので、1番さんが7、8に突っ込んで、7番印象でいいけど、8番は、うんって感じで、4番さんが、まあ、それに対しての全体。で、9、3に関して言うんだったらば、まあ、3番さんのね、芯を追っていくのはすごい、今のところではそれから、うん、2周目頑張ってくれるんじゃないかなって形ね。うん、多分霊能者、6番で出なかったら俺がなって、で、ね、2-2 だったら、ね、なんだっけ、釣り切りか。は全然飲めるけど、その前にね、芯取っていこうかなって。6番のプレイヤーが発言します。
まあ、とりあえず占い例の把握しましたで、占いに関しては、まあ、今現状だとなんか、どうなんだろうね。9番さんはなんか1番さんのようになんか非常に頼りない印象を受けましたからね。だからといって2戦目ではないけど、まあ、発言精査比べたときに3番さんの方が若干真なのかなっていうふうに自分は感じました。まあ、これに関してはまあ2戦目で全然変わるかなと思ってます。現状は僕9番さんの方が2戦目に見えてる。で、なんだろう、あんまり正直なところ色落ちしてないなっていう印象はあるんだけど、まあ、片白なんだけど2番さんっていうのはなんか真っ先にその8番さんのその、なんだっけ？だから7番さんに対する印象の、なんか、なんだっけ、その、ブレ方を指摘してたのは白く映ったかな、2番さんっていうのは。うん。で、プラスアルファして1番さんも自分は結構その9番さんに、まあ、つってかかるっていうかね、まあ、僕も同じ印象を受けたから、まあ、そこ突っ込めたところは白いかなって感じた。ただ7、8に関しては、ま、現状2周目1かなっていうふうに思ってます。ごめん、あんま伸ばせないや。はい。7番のプレイヤーが発言します。お願いします。2、1で確定ですかね。はい。日で確定で OK です。現状、あんまり26で囲われてる、構図が見えないんですよね。3級心境だったり、3級が、3級が進路で、相方を囲ってるっていう構図が、例えば6番が囲われてたら、3級に絶対色を落とすと思うし、2番が囲われてたとしても、2番のその、なんだ、8に対する、8騎士か。じゃあ俺、結構1番さん白く見ちゃってたんで、必然的に4番になったんですけどね、8番が騎士だったら。4、8のランで行こうかなと思ったぐらいなんで。1番さんの印象いい点っていうのは、9番の、触れ方で、9番が、占い師だったら頼りないっていう、9、1のランは、9、1のラインっていうのは方法ないかなって思ったんですよね。で、2番さんに関しても確かに8番さんっていうのは、俺の優勝がいいって言った後に、後半で優勝どっちでもって言ってたから、なんか、確かにそれについて触れなかった、1番っていうのは、どうなんかなって思うけども、1番っていうのははっきりと9番への精査入れてたから、結構俺はね、1の優勝いいんですよね。どうなんかな、これ。26であんま囲われてないし、必然的に4番じゃねって思っちゃうんですけど、はい。かなぁ。こう言うとね、多分4番さんはね、俺を通用してくると思いますよ。はい。ただ、俺はぶっちゃけ14であれば、君はあんまり行きたくないかなって思ってるかな。はい。4番行きたいです。8番のプレイヤーが発言します。はい。現状占いについては、9が心っぽいかなって俺は思います。なんでかって言われると、まあ、ぶっちゃけこの時点だから何も、なんとも言えないんだけど、ただ、単なるパッションかな。3番って結局、どこも叩かずに、じゃあ俺の指摘が良かった2番を白く見て、1番がじゃあ黒くなるんじゃないのかなって思ったけど、そこ叩かずに何もしないで、スーッと流してったっていう印象、それを拾わなかった4番もちょっと若干怪しいなって僕は思いました。なので僕は9番がちょっと新っぽいかなって思います。まあ僕やられるんでしょうけど、現状そんな感じの思いっていうのを伝えておきます。で、今日は俺も7番さんと同じ、ちょっと4臭いなって思ってる。4位。9番のプレイヤーが発言します。はい。まあ、2周目なんですけど、まあ、2番さんだったっけ ?2 番さんに、なんで7、8に触れなかったのかっていうと、なんか8番さんに役だと思った。だから触れてない。で、7番さんはまあ別に、まあ、ほっぽっといていいかなという感じがした。うん。2周目1位っていう発言をすること自体にあんまり意味がないと思ってるんで、私はね。で、まあね、7番さんはなんでそんなに26の囲いがないと言えるんでしょうかね。7番さんが無駄だったら26の囲い全然あると思いますけどね。6番さんって何言ってるかわかりますか ?6 番さんって。その要素で9番の2攻め見ないけど、まあでもやっぱり若干9番2攻めかなって言ってるんですよ。意味不明なことしか言ってないんですよね、6番さんって。2攻めに見ないって言ってるのに、まあやっぱり3の方が若干新名あるかなって言ってるんですよ。6番さん何言ってんのかマジで意味がわからないから、ちょっと今日とりあえず6番さん占うと思ってます。で、7番さんがなんでそこ26を白く見たのか。
よくわからないなぁと思ってますね。私、まあ、4番さんはね、色見えない位置なんですけど、4番さんより1番さんと7番さんの方が怪しいですね。17のランで行きたいかなというふうに思ってます。1番さんが無駄だった時に、これ9番のシーンがあるかもしれないにもかかわらず、そこのところで、その騎士に関する、発言がブレていたって言って叩く必要があるんですかね。1番のプレイヤーが発言します。はい、よろしくお願いします。2周目。はい、よろしくお願いします。9番さんに言ったのは、1周目言ったのは、頼りないなと、発言がブレてるなって言ってるだけで、別に9に対、9を、9の神明を切るということは言ってないです。で、まあ4番さん、そういうふうに言ってたんですけど、そこまで言ってないですよ、僕。うん。なんで、4番さん結構発言、捉え間違えてたんで、4番さんから行きたいなと思ってます。7番、4と7かなと思ってるんですけど、ね、怪しいのは。うん、まあ、6番さん、片代なんで、全然。言ってることも分かりましたよ、9番さんに言うと。うん。けど、まあ、3番さんの1周目の発言って結構2番さんに似てたんで、情報落ちてないんですよね。ただ、霊能釣り切りたいって言ってる時点で、強人ではなく、新郎かなと思ってますっていうところは言います。まだ3と9の精査はできてない。あ、 OKOKOK。 3と9のなんだろう、どっちが真かなというのは終えてないです。まだどっちもどっちかなと思ってます。うん、ただ9番さん6番さんに対してそこまで叩くかなと。それ言ってること結構6番さん分かりましたけどね。それがな、なんか引っかかったなと思います。まあ、4番さん、一周目ちょっとフラットだったんで、あ、フラットというか、まあ、発言そこまで残さなかったんで、まあ、発言内容によっては僕7かなと思ってるんですけどね。はい。以上です。2番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。自分が思ったのは、9、2世だった時って1ローも全然あるかな。9ローだった時って、1番さんが9番の発言しっかり聞いて、ライン切ってきた可能性は、まあ、大いにあるかなと思う。ここが繋がってない場合って、別に9番の話はそこまで真剣に聞く必要は、正直まだないかなと思ってる。審議ついてない時点では。ただ、ローローだった場合って、なんかやばいこと言った時拾っておかないとっていう意識が働いて、しっかり聞いてた可能性はあるかなと思った。で、3番が、偽の時は、7-4 どちらかかなっていう印象があるかな。自分の中では。今日は、正直、自分は4番さん、まあ、こう、色落ちしないなぐらいしか言ってなくて、じゃあ、仮にでも、あなたがどこを釣りたいかとかって言わないと、二周目初手の人ってあなたに対する精査を落とせないんで、色落ちてないなぁと思う中でも、やっぱりその釣り位置とかって上げないと、二周目一番手とか二番手の人にはかなり優しくないプレイだと思うんで、自分は読んでいいかなと思ってる。かなぁ。で、占いに関しては真偽はついてないけど、9が6叩く意味は一番さんと一緒であんまりわかんないなっていう感じかな。で、3に関しても、まあ、若干自分と同じような意見と、役に対する動きしか言ってなかったように感じたんで、占い精査はついてない。で、釣り位置は自分は読んでいいと思ってるかな。以上です。3番のプレイヤーが発言します。ね、1番さん、2番さんが全然、触れてくれなかったんで言うんですけど、なんか、26の囲いはあるのでは、26の囲いはあるのではってね、キューバさんがずっと言ってて、これ、失言になるのかどうかはわかんないです。キューバさんで2番に白出してるんですよねって私ずっと思いながら、何が26の囲いはあるのではってないの。36の囲いを言いたかったのかなって思いながら、失言で取っていいのかはわかんないですけど、1、2番さんがそれを、拾ってくれなかったのがすごいショックで、正直1、2の村感が一気になくなってしまったな。だから私9、2とかあるのではないかな。でも2番さんが言うように9、1でつながっている可能性もあるんじゃないのかなと思って、で、4番さんみんなに叩かれてて、何だっけ、釣り位置上げてないとか精査してないとか言ってたけど、一応なんか
どこやったっけ？どっかが、8がマイナスとか言ってたので、一応なんか、その、星座らしきことはしてたんじゃないのって、私は普通に思ったけどな。で、何やったっけ？そうやね、8番さんにすごい殴って、騎士やったんで、あ、ごめんって思ってた。私は1から釣りたいかな、その、なんていうの？あれ、そこの拾ってくれなかったのが、って思ってしまったから、他の人触れてなくて。4番のプレイヤーが発言します。この村弱いんだからしょうがないんじゃない ?71 が4をしてて、4を押すカボチャの王子がいるから、まあこの村負けんじゃない ?9 が死んだったら、まあ頼りないからどうしようもないと思うけど、3が死んだったらいいんだけど、7は防衛本能があるよね。何かを守んなきゃいけないの？狼だから。生き残らなきゃいけないの、どうしても。俺に釣りをされるかもしれない。1だったらそうだよね。9、1とかっていうのはあるよね。普通に考えればそういう視点があるよねっていうのが黒要素か。7と1は。まあ、どっちでもいいかな。俺はどっちかに入れるか。まあ、村は勝手に負ければいいんじゃないの？俺は知ったことじゃないから。7か1のどっちかに入れるわ。どっちが黒いだろうね。まあ、そもそも2番は狼探すゲームしてないからね。7と1の村もね。どっちか村か知らんけど。どっちも村か知らんけど。4番が狼要素があるんだったら勝手にしろ。発言が伸びてないけど釣りますって。しょうもない人狼殺やってんじゃねえよって話で。負けたら反世界でぶったらいでやっからよ。712は。それは責任取ってくれよ。7か1のどっちか入れるわ。普通に9番死んだら頑張んないといけないね。まあおそらく3、6ってことを許したんだと思うんだけど。3番が普通に死んだったら普通に勝てそうだけど。9死んだったらきついねっていうふうに思うね。7か1でしょ？どっちか入れるよ。自分が釣り散り上げられるっていうなんか防衛本能がある人。1番？9番をぶったらいでんだから怪しいって言ってるのにもかかわらず、俺をぶったらいでる人間ね。5番のプレイヤーが発言します。71でいいでしょ。4番なんかあっても強靭っぽいし、で、占い審議なんか両方ともつかなくね。3番なんて相手の白先めっちゃ印象いいって言ってたし、9番も今回に関してはね、何言ってるかよくわかんないしね。一気に両方との新目が、まあ3番さんもね、2周目あんま普通なんていうの、なんか別に変なことも言ってないしね。なんか微妙なんだよね、占い師両方2人。で、関して言うんだったら全然、4番強靭もあり得るけども、どっちかっていうと心境で、占いしててる可能性も全然あるなと俺は思って、9が強靭だするんだったら、1、2、ローローで、3強靭だするんだったら、7、6、ローローっていう可能性も俺全然見えてるなって感じてます。はい。まあ僕は今日7、1、人気投票でいいんじゃないですか。俺は7、1の色の方が見たい。7番に関しては、なんかね、結局、どっちだっけ。あ、そう、9番釣りをしたい。で、1番は、3番釣りを、3番じゃねえや。え？そう、1番結局4番で、2番とね、結局4番同じだから全然、あり得るなと思って、ここまで来て。なんでそんな4番釣りたいのか俺もよくわかんないんだけど。ということで、僕71で、まあ人気投票でいいんじゃないですか。以上です。6番のプレイヤーが発言します。まあ、とりあえず占いの精査はもう変わらず、やっぱ9番さん偽じゃないですかね。まあ、なんかその3番さんの指摘した、なんちゅうんすかね。別に僕そこは失言、まあ、許される失言だと思ってて、まあそこは3番さんも怪しいところだけど、別に、なんだろう。じゃあ占えばいいじゃん、9番さんとしか思わないかな。で、別に僕の視点で言うと別にまっとな思考を落としたつもりだけどね、1周目っていうのは。だから1番さんっていうのが9番さんに殴りかかる構図っていうのは、なかなかローローだったらやらないのかなっていうふうに感じたから。だからそこで1番さんを白目に感じたっていう思考を落としたまでです。昨日の番目に関しては。だから5番さんは結構1番さん入れたがってるけど、これどうなんでしょうね。確か両占い師1釣りをしてるんじゃない？わかんないけど。確か9番さんが17の欄で3番さん1本指定でしょ。まあ、いずれにしても1を落としたらなんかいろいろわかりそうな気がするけど。あんまり僕両占い師が釣りをしてるところは入れたくないかなっていうふうに思いますかね。で、あと、
なんだろうな、あと4番さんに関しても結構引っかかるところが、まあいいや、僕最終的にはツリーチャーはあげないです。とりあえず僕は147のランで行きたいと思ってる。だから4番さんに関しても、なんだろう、別に7番さんが殴ってきたから、素直になんかそれ殴り返してくるんだっていう印象はありましたかね。でかつ、4番さんっていうのはその、なんだろう、防衛本能働くことがローメっていう思考を持ってる人ですね。まあそれ合ってるんだけど、それをわざと自分で消してるっていう可能性も捨てきれんからね。だから4番さんローも全然落ちると思うよ。ぐらいかな。あと7番さんにもなんか引っかかったことがあったんだけど、ごめん、忘れてしまったな。まあ、とりあえず、という思考を僕は落としときます。まあ、両占い師から1番さんは釣り落されていることは忘れないでくださいかな。全プレイヤーの発言が終了しました。若者よ、そう簡単に決断。1でもいいんだけど、1でも7でも。あ、俺余裕残さないよ。だって言ってもボロクソに暴言吐くだけだから。無駄だからね。だから、3番死んだら勝てる気がするけど、9番死んだら負けると思うね。それだけだね。4番のプレイヤーが発言します。結局そういうことよ。なんだかんだ言って3番、9番、1番に行ってないでしょ。まあ負ければいいんじゃないのこの村はって思うけど。7と1にローがいると思うけど。まあ2、6もローがあるかもしれないけど。まあ俺は唯一残さないけど、村だから。それは当たり前だろ。4番をローだと思って票入れてる奴がいるんだろ。お話にならんから、このゲームとして。7、1、4でローがあるのは7か1でしょ。しょうもないよね、入れてる奴。誰か知んないけど。見てやるか。6、2、3か。6、2? 君たちはゲームやめた方がいいよ。結果見て、まず謝ってね。陣内だったらいいけど。君たちがしてるゲームってのは、狼探すゲームじゃなくて、7と1はまともに聞こえるから、狼はまともにやるに決まってんだろうよ。村に出してる方が村だ。そう。じゃあ、完成しろ。結果考えろ。以上。1番のプレイヤーが発言します。74番はちょっと怖いんだよな。もうちょっと口を柔らかくしてほしいなと思いますけどね。俺は別にどうでもいいんだ。釣られても黙って試合見てればいいからね。負けたらさ、6人が村だったら、俺は見たことかって言えばいいだけだから、俺は別にどっちでもいいんだよ。4番さん2周目結構。4番さん、これどっちでもいいんだ、俺の話は。パッション。3番が4入れてるし、結局3番が4入れてんだぜ、俺。まあ確かに、まあ3番さんだから3番だったら7か1とかあるってことでしょ。なんですけど、9番だったら7入れてるから1ってやっぱりあるかもしれない。4番だったら9があるかもしれない。いろいろ見えるから、まあ勝てばいいんだよ。3球生産ちゃんとして勝ってねっていうだけだな。俺がぐだぐだ言う必要もないでしょ。なんで、こういう色が見えない試合かっこよくあるかもしれない。でも7番さんに入れました、一瞬は。クロスはした方がいいんじゃない、もうそれしか俺言わない。まあはい、以上です。特に俺遺言残さないよ。のプレイヤーが発言します。だって、ガミガミ言うだけだからね。はい、お願いします。今占い師でね、最初場面だったからさすがに怒ったけど。26どっちかに、占い進路で、レギュレーション的に占い進路で置いた場合、Q3に進路を置いた場合ね、26に強人がいると思ってて、で、これは結構6番が強人だと思ってるんだね。こんなこと言うと6番の票が俺に入ってくるんだけど、なんでかっていうと、9番っていうのは、1番を釣り寄せてないんだよ。9番っていうのは、結局174で、俺を釣り寄せてんだよね。投票で見てもらっても分かる通り、発言的に。だから6がそこで9が、どっちの占い師も1を釣り寄せてるから1には行きたくないなって言ってる、6番強人で1番の狼がして、見えてんのかなと思って、2周目の発言聞いた段階では、1音では明らかに1の方が芯落ちたかなって。これは初週で1の、なんていうのかな、1の印象良かったんだよね。俺の印象、俺の進行論をすごく熱く語ってくれたから、8が消した段階で、1音だったら4に行きたいって。全プレイヤーの発言が終了しました。これから投票に移ります。残ってもミスリードしそうで震えるわ。3番死んだったらいいけど、とりあえず勝ってくれればいいんだけど、とりあえず俺は言う残さないよ。だってガミガミ言うのはあれだから。夜が更けました。人狼に気をつけてください。
別に俺でもいいんだけど、釣った方がいいよ。5番の色で色見れる唯一のチャンスらで。俺が白でも何いいんだろ。もうお前の夜が明けました。昨夜は1名の方が亡くなりました。89番のプレイヤーが発言します。7白かって思ってる。1番3黒か。3番さん1黒打ったんだ。これ1番さん、でも、ああ、占い理由ね。占い理由はですね、一番さんが教授に見えた。一番さんが釣られに来てる教授に見えた。一番さんって四番さんにしか触れてない。っていうのと、一番さんって、一番さんが狼だった時に、ここね、四番さんにしか触れないより絶対7釣りをした方がいいから。どっちでもいいんだけどな。っていう点で、あとね、プラスで7番さんが一番さんに票をね、誘導しに行った点。別に俺怒んないって。この2点から、あの、一番教授、教授が釣られに来た。そして7番さんが1に誘導してた。で、構図が見えたんだけど、全然違ったね。でもね、これね、一番さ、黒くなってくると思うよ、正直。一番さ、教授に見てんで、あの、相変わらず一番教授に見てんで、はい。昨日のね、決戦投票の時から相変わらずね、一教授に見てるんで、6の囲いだったかな。なんか3番さんがね、なんか失言だとかなんだとか言ってるけどね、私はね、全然失言なんかしてないからね。もうあの、誰か伝わって。ちゃんと聞いといた方がいいよ。7番さんの、誰が釣らないと。7番さんがもし村人で、7番さん村人視点は、26の囲いどっちもあるよねっていう風に言ってるんですけど、7番さんの村人試験はもうすっ飛ばしてね、出現だとかなんだとかね、拾ってますけど、3番さんどうしましたかね。まあ、ほぼほぼ36だと思う。ちょっと7番さんがね、そういう構図でね、見えたから占っちゃいました。1番のプレイヤーが発言します。はい、よろしくお願いします。3番さん偽か。偽だったってことですね。うん。で、7番さん、まあ僕、もう4番、7番さんが白だったってことで、うん、4番さん行くしかないかなと思ってます。本当は3番さん行きたいですけどね。まあ3番さんか。どのランで行くんでしょう。うん。私は4、3行きたいですけど。うん、まあ、4番さん結構白の可能性もあるから、まあ、確定人間の3番さん行きたいですけどね。うん。どうすればいい？うん。9番さん僕、狂人で見てるんですね。それなんでなんかな？ちょっとその話がなんかあんまりスッと入ってこなかったんですよね。うん。そこが、うん、ちょっと引っかかるなと思いました。はい、以上です。2番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。5番さん今日どうするんですかね。自分1行ってもいいかなと思ったんですよね。1番目線って3一本しかないのに3、4って上げた理由がいまいちよくわかんない。途中でまあ3に気がついたけど、だってあなた目線って9が死んで2、7しか見えてないんで、別に6もあれば、まあ4もありますけどっていう感じなのに、なぜ3、4って言っちゃったのっていう感じなんで、自分は1行くのありなんですけど、まあ、5番さん今日死ぬんで、どの道色わかんないんで、まあでも9番も1を今日で見るんだったら全然いいんじゃないですか。1陣が落ちるんだったら9目線も1でいいんじゃないんですかって思うんですけどね。どうなんでしょう、5番さんっていうとこかな。3目線はそりゃ当然1しかないと思うけど、どうなんですかね。自分は1かなと思う。3番のプレイヤーが発言します。はい、まず前日4に投票した理由は、4がなんかその村負けるって言ってて、なんか負けたいんかなと思って、なんかそういう人はちょっとあのいらないんじゃないのって思って4に投票しました。で、1占った理由は、だから私が言った通りに、最初のあの何だっけ、2、3のじゃあは、2、3じゃないわ。26の囲いって言ってて、それを拾わなかったっていうのを、すごい、
偽っぽく感じたから占ったって結果黒が出たっていうところ。うん。で、9番さんはなんか、よく聞いててくださいって言われたけど、でも、9がその、一応強靭だと思うんだったら、うん、釣ってもらっていいよ、全然。うん。うん。てか、私からしたらまず一応釣ってほしいしって感じ。うん。それぐらいかなぁ。うん。9は今日かどうかわかんないけど、他の。4番のプレイヤーが発言します。うん。3番嫌いだから3番いきます。うん。3番死んでも負ければいいと思ってます。はい。あなたは俺疑ったら私を占わなきゃいけないと思うんで。うん。村曲げる？そりゃそうでしょ。誰よりも真っ白な4番を釣るっていう、どうしようもない奴らが揃ってんだから。うん、こんな村曲げるでしょ。うん、4釣りを押す時点で。うん。俺が村だから言ってるんですよ。だけどね、曲げるって言ったから私を釣り押す？じゃあ、曲げればいいでしょ、3番。曲げるって言ってるのは村なんだよ、圧倒的な。使えねえポンコツどもが揃ってるから負けるって言ってんだよ。誰よりも白い4番。4番だけは釣らないって言ってる5番がまだまともだよ。強人と見てるのかもしれないけど。まあ、5番が決めればいいけど、俺は3番嫌いだから。2、3、6、人外にしか見えないから。3、6、ロー、ロー、2強だと俺は勝手に解釈したから。うん。1、9、7に勝たせてやるよ。うん。3番嫌いだから。うん。3、6嫌いだから。うん。君たちみたいな、まともな人狼殺やってない人間は大嫌いだから、236、お前ら村だったら負ければいいんだよ。俺を見て俺に票入れる。舐めてんのか、まず。その人狼殺を。負ければいいって言ってる奴が狼と狂人だと思ってんのか。お前らみたいなのがいるから負けるんだよ。誰よりも真っ白いに、その発言だけで黙っても俺に票入れんな。でも入れたんだろ ?2 強3、6だと思ってるから、9、7、1に勝たせてやるよ。こんな奴らは許せないから。お前ら負ければいいんだ、村だったら。俺の発言聞いて俺を人外だと思ってる？なら人狼殺やめればいいんだよ。俺の怒りは止まんないから、もう3番釣りしかも考えらんない。負けりゃいいんだよ。うん。だって論外なんだから、2、3、6は。人外にしか俺が見えないんだから。だから負ければいいんだよ。3番行きます。5番のプレイヤーが発言します。はい。4番さんのお叱りの後の5番です。ね、4番さんと比べると何も発言力がなくてね、ちょっと困っちゃいますしね。まあ、時点でね、次死んじゃうから、ね。まあ、決めろとは言われてるんですけども、1、3の欄でしょ？どっちでもよくない？もう2分の1だよ。で、どっちか好きな方入れて、で、ね、PP なのか、それとも、ね、黒を連れて、うわー、やったーになるのか、それを見てのお楽しみってことでいいんじゃないでしょうかねって僕は思ってしまうんですけど、それじゃ皆さんダメですか？ね。うん。ねえ、みんな怪しいよ。白いやつが全くいない。うん。だって昨日、ね、同票になった時点で、あ、俺もういる意味ないじゃんって思っちゃったもん。まあ、それ置いといてね。そうなのよ。ちゃんと精査すると。7でも4でもいいから、釣ってればいいのもないんだよね。しょうがねえじゃん。でしょ、もう俺が人命だと思ってんのよ。色見れるもん。だから俺でもいいのに、ね、色結果白で出るだけでも、判断材料でいいんじゃん。1、3？ 結局これが一番わけわかんねえじゃん。7、1目線、俺の色が知りたいんでしょ、ね、俺目線も7とか1の色が知りたかったよ。1の方が可愛いから3番入れようかな。うん。だから誰が釣った方が良かったよ。誰も釣らなかったから結局わけわかんないし。3番自体も発言が悪いでも占い先がわけわかんないし、まあいい。だったら1入れとけよって話だよ。1は表現ねえで俺に票入れて俺占わないんだからもういいじゃん、この3番。で、9、3で次で頑張る。真面目な理由、うん、生きてたら占い先が合ってないからもう1、3番行くしかないじゃん。負けたらごめん。もう知ったことじゃないよ、こんな占い師。以上。6番。こいつが悪いんだから占い先が。プレイヤーが発言します。わかんないけど、昨日、あれ確かに両占い師1釣り押してたから僕1だけはないんかなっていうふうには思ってたけど。一黒ねー。だから別に初日の発言的にも1番さんそこまで僕黒いと思ってなかったからね。っていうのとプラスアルファして3番さんっていうのはなんかその、なんだっけ、9番さんのなんか言い間違い？なんか6、2の囲いがうんぬんっていうの。まあそれ、自分は、まあ少なくともね、1、2番、2番拾わなかったから1番さん、なんか1、2黒いみたいな発言を確か3番さんって残してたけど、それは僕3番が悪いんだよ。てたから1番に投票すればよかった。ほら見たことからじゃん。俺に投票して一番占いました。何やってんの？分からん。自分でやってる行動と占い先、占い合ってると思ってる投票と。もういいよ。発言精査だけしたら9番さんの2攻めって圧倒的に高いと思ってるけど、1番さんがその単体で僕そこまで黒いというふうには感じてないから。まぁ、ちょっとここは人気投票でいいんじゃないですかね。1、3の。わかんないけど。
は現状3に傾いてるという発言だけはしときます。で、7番さんになんか僕強靭置きされたけど、どう考えても僕4番さんが強靭面の方が高いと思うんだけど、そこの思考だけ7番さんには教えてほしいかな。だから僕それが全然納得できなかったかな、7番さんには。まあぐらいかな、今日言うとしたら。はい、そんな感じで。とりあえず今日は1、3のランでいきましょう。7番のプレイヤーが発言します。俺はさっきの6番の発言聞いて、やっぱ6番は強靭でしかないと思ってるけどな。3、4はほぼ否定されるかなと思ったかな。3番の起点の3、4っていうのは3番が4にずっと入れ続けてる視点で方法ないと思ってるから3、4はもうキャンセルね。9番がずっと1番に強靭塗りしてるから、9番自身が強靭であって、3が真の1黒で、もしかしたら1、2ロードっていうのはあるかもしれないかな。何にせよもうなんか4番が正直繋がってこないな。1、4ロードもないと思ってるかな。4番が、初日で1にいってるから。うん、3の芯は結構硬いんじゃねえかなって思ってるんだけどな。91でしか見えなくなってきたな。3芯の、9番標準、1、2ロード。うん、6番が、その盤面において3に行く理由がマジでわかんねえから、6番強靭じゃねえかな。だったら91か。91、うん。俺は3が死んだと思うけどな。ただ、1個気になる点が、4番が言ってた通り、3がずっと4に入れ続けてる中で、もう4を占わずに9を占ってるっていう。うん、昔から3番いる。うん、試合を落としても、この女に反省させなきゃいけない。俺は村だ。俺に票入れるんじゃない。俺に票入れる占い師のシーンは切るんだな。占う占い師も論外だから。言いますから。もう、釣るよ。だから負けりゃいいじゃん。俺は1番行く。1番あるけど、俺は3番いるよ。私はただの石、鹿島県の問題じゃないから、こいつらに反省させなきゃいけない試合だから。うん。勝ちとか負けとかどうでもいいから、俺にとっては。こいつだけは許さない。何があっても釣る。死んであっても知らん。3番のプレイヤーが発言します。私、91ロロの6強で見てるかな。うん。と、私は思ってる。6番さん、ずっと私を真に見てたのに、最後の最後に結局、私に出てきたんだよね。多分合ってるよね。から、うん。かなと思ってる。まだ延長戦差で、占い師。ヨンバさんにめっちゃ怒られてごめんなさいとは思ってるけど。うん、いや、負けりゃいいじゃん。うん。反省させるんだよ。君が負けて悔しい思いしたら俺に伝えないだろ。に関しては、怒るに決まってんだろうよ。わからないっていうところだけど。なんでその理由はよ。6番さんがその、だから1番入れて1番釣ってればよかったんじゃないの？あなたみたいな成果できない人間が、なんで黒出して、俺に票入れ続けて1番占いましたって何言ってんだよ、もう。負けりゃいいんだよ、こんな占い師。俺は負けでも1番入れ、3番に入れるよ。明日の占い結果次第。6の色が確定するが、黒なのか白なのか聞きたい。それ次第。はい。91ロロ、6強、3番さん。6が黒だったら、いろいろ見えてくるものが、6が白なのか黒なのかを知りたい。だから延長戦に持っていく。わかんないけど。延長戦に持っていく。うん。まあなぁ。黒、村目線黒だじゃん。俺はもう。無理だよな。うん。もうそこにとりあえず投票みたいな感じになっちゃいますもんね。と思ってたらなんか。どうせ6番、9番入れると思うよ、3、6だったら。驚いてます。うん。まあ結構4番さん、ローで、まあ全然4番さん、色分かんないんで、めちゃくちゃパッションで言われるんですけど、もう、村目線全然4番さんの色分かんないんですよね。なんで、4番さんに入れちゃうの仕方ないと思うんですけどね。うん。なんですけど、4番さんに言えることって、ラインが見えないっていうのはあるんですよね。うん、そこは言えるから、けど色は見えないんですよね。大丈夫、まあ、2番と9番と7番。謝っても3番今日は許さないから、絶対に。叩き潰すから、死んでやっても。何があっても入れるから。黒い理由じゃなくて、負ける負けるって言ったから。負ける負けるって言ってんだから村に決まってんだろうよ。負ける負ける教授がいるかって言ったの、大体。他にもいるわ。何、どういう精査してんの？呆れてんだろ、俺が村なのに釣られてんだから。
うん。だから3番釣られて負けりゃいいんだよ。うん。負ければいいんだよ。投票が終了しました。うん、だったら1番に初めから票入れろよ。3番の遺言を発表してください。はい。はい。変わらず9、1、ローローの6強だと思っているので、はい。明日1、1って、その次9、1ってください。はい。終わります。夜が更けました。人狼に気をつけてください。負ければいいじゃん。うん。え、あなたが新占い師で、俺が入れ続けたけど、あなたの真似しましたけど、3番さん。あなたの真似しちゃいましたけど、ごめんなさいね。うん。え、どう考えても村ですけども。俺が村なのに俺を釣りをしてる、どうしようもない村に対してこれ負けるよって言ってるのに。俺村なんだけど。うん。入れ続けたんでしょ？だから僕、この試合落としても3番に入れるから。うん、すっきりした。で、次6番行くから。236だけは許さないから、絶対にこの試合は。昨夜は。はいはいはい。じゃあ6番行きまーす。1番のプレイヤーが発言します。はい、よろしくお願いします。まあ、首の皮一枚繋がりましたけど。うん。いや、3番さん黒。まあ、強靭じゃなかったんですね。うん。なんで、46どっちかか。どっちなんだろうな。まあ、6番さん結構僕を白目に見るっていうのが、見てくれてはいるけど、まあ、特段なんか白っぽいという発言はなかったですね。片白だからずっと6番さんのマーク外してましたけど。なんで、まあ、46で行くとな、さっき言ったように、まあ、4番さん、ラインは見えないんで、僕6番さんかなと思ってるんですけどね。まあ、けど、これ、狼1匹落ちたんで、もう勝ち確じゃないですかね。勝ったんじゃないですかね。以上、はい。2番のプレイヤーが発言します。はい。そうですね。最初1番投票したんですけど、1番さんの弁明が全然黒くなかったんで、まあ投票や、放棄、読み放棄ですけど、まあ全然普通に。でも勝じゃないかな。6がガチ白だったら、まあ自分はスムラなんであれなんですけど、7強で4ローだった時って、合間で PP 負けするんじゃないかなっていう感じがあるんですけど、ね、まあ、仮に1番さんが今日でもそうなんですけど、64外したら PP 負け全然起こりうると思うんで、勝ち確ではないかなっていう感じなんで、そこは1番さん気をつけた方がいいかなと思う。で、4番に関してはラインが見えない。で、6に関しては最終位置で、じゃあ3番が6囲うよりは、6がどっか発言やばかった人というか、まあ相方囲うか発言やばかった人囲って初日囲いを見せる方が強いんじゃないかなと思うと、6よりは3、4かなと思うんですけどね。4番って結局なんかパワハラ DV 男みたいな感じで圧しかかけてなくて、自分は白いんだよって言って、白い要素を上げずに自分は白いんだよしか言ってないんで、なんか DV やってそうだなっていう印象しかないんで、自分は4かなと思うんですけどね。結局、勝たせたいんだったら、1勝たせたいんだったら、とかっていう謎の発言で、何に見せたいのか分かんないかなと思ってる。4番のプレイヤーが発言します。お前だろ、パワハラ DV 男は。うん。村を負けさせる強人の2番さん。お前表見てんのか？おごるぞ。712、今日6だよ。9番は言ったよね、36ローローって。言ったよね、6占い来るんですよ。だから噛んでんですよ。これ6いかなかったら2番強人かもしれないから。表行動見てますか ?2 番。大丈夫ですかあなた。目がついてますか ?3 番って4番に入れ続けてるんですよ。俺を必死で潰す気で来てるんですよ。だったら今日6なんですよ、2番の強人さん。それともあなたが村だったら、この人狼殺やめてください。今日6いかない村がいたらもうやばいレベルなんだけど。3番、4番ってぶっ潰す気でいるんですけど、これでライン切りだと思ってるんですか？今日は絶対に6ですよ。まともな村だったら。2番村だったら6番に行かなきゃ、あなたの人狼殺って何なんですか？あなたの行ってきた人狼殺って何なんですか？ 3、4 がマジであると思ってるんですか？2番の強人さん。2、強、3、6、ローロー。
3番なんて私は本気で潰しにかかってますよ。感情的になってこいつだけは許さない。こいつだけはぶっ潰すって言ってんだから。3、4があると思ってますか？あなたの人物は何ですか？9番に占われたくなくて、じゃあ3番を行きますって言った。ラインギリギリっていう、もうすっけすけのまともな村のメンバーだったらわかる。DV パワハラの2番にはわからない。人狼殺を舐めている。2番の狂人にはさっぱりわからないでしょう。まともな村メンバーだったら6番のすっけすけのライン切り。しょうもないほどのすけすけ具合の、もう、ライン切り見えるんですけど、大丈夫ですか？投票的に見ても、6番に行かない村、やばいっすよ。以上。5番のプレイヤーが発言します。どうも、2番さんがね、こう4番に突っかかったせいで4番が怒号を飛ばして、その後に喋る5番です。まあ、2番さん言ってる通り、4番さんが言ってることがね、もう投票結果を見て分かる通り、6番さんずっとね、誰に入れてんだっけ？ 4 番に入れてんだよ。うん、3番さんと一緒に。うん。わーお。でーん。ね、6番行く理由以外ないっしょ。で、まあね、みんな、これで4番さんが狼だったらって怖いと思うけど、そしたらね、まあ4番さんのプロフィールに書いてる通り、まあ3000勝ぐらいしてる、演技もしてくれる、すごい上手いプレイヤーっていうことでいいんじゃない？別に。ゲームなんだし。あ、3000じゃない。プラス1500、だから800勝ぐらい加わってる。4000、ね、あ、4000、4000は言ってる。1000、早く抜けたい。3500、4200とか言ってるのかな。おい、キャラ分かってんのか、この野郎。これ、100、52万だと思う。多分、100、多めに見た。はい。いや、6番ですよ、皆さん。以上。6番のプレイヤーが発言します。とりあえず5番さん間違ってるから、本当に4番さんのパッションみたいなのに負けてほしくなくて、まともに僕の発言と考察聞いてほしいんですけど、だから僕1周目っていうのは、だから僕は1周目のところで3番さんと9番さん比べたときに9番さんの方が2戦目ですって言ったんですよね。で、1番さんは両占い師から釣り押されてるから、まあ結構僕は村目に見えました。発言精査ではないけど、盤面的に。で、なったときに9番さんっていうのは結構6番、僕のことを疑ってて、めちゃくちゃ占い位置に入る行動だったんですよね。僕がやったことっていうのは、初日でやったことって。それでまず狼を追えるのかっていうところと、あとプラスアルファして、僕っていうのは、別に初日4番さんを入れたけど、4番さんっていうのはまあ単純にいらないかなって思いました。村目線になったときに。あんなになんかもう村負けていいとかっていう視点で4番さんには入れました。で、僕が、最終的に3番さんを釣り殺した張本人だと思ってますよ。だから5番さんっていうのはほぼほぼ1番さんに行こうとしてましたよね。一応、ローローが今あるけどね。発言精査をした時に、両占い師から釣り殺されてるから1番さんには行きたくない。で、3番さんの、1番、2番の殴りは殴ってこれで俺2での村あったらもう知らねえから、もう本当にマジで。3、6が繋がるっていうのが、まあ、これ投票行動見て3、4がマジであると思ってんだったらもうやばいんだけど。5番さん言ってることわかります？これ。だ僕だったら俺にしろ別に決まってんだろ、もう。本当に。さすがに黒囲いはないと思ってるから。これ分かってくれると思うんだけど、ダメかな？はい。だから7番さんの言う通り、僕あっても狂人なのかもしれないね。だから僕は初日から9番さんの占い位置に入る行動をしました。3番さんを釣り殺したのは僕です。5番さんが1番さんに行くって言った時点で僕もそう思ってましたと言えば、狼勝ててました、昨日の盤面は。という視点を落としときます。7番。のプレイヤーが発言します。終わったらわかるんだけども、俺は少なくとも狂人じゃなくて、俺はただの寸駄なんだよね。で、多分、3番黒が分かって一番得する人物、ここで5神じゃなくて9神を選択する人物、3の黒を出して、俺は本当に1番が黒だと思った。3-1 だと思ってる。3-1 の黒囲いだと思ってる。俺は本当に狂人じゃない。3-4 っていうのは絶対にキャンセルされると思ってる。3-4 っていうのは絶対キャンセルされると思ってる。3-6 であったとしても、6がそこで、あそこで、あの盤面において1を追跡されそうな場面において。6占われたくないから、4-6 で制度すればいいから、単純に考えた方がいいよ、今回は。1番しかないと思ってるよ、発言的に。本当に俺は狂人。あからさまなライン切り集したもん。あからさまなライン切り集。プン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 に。俺は1人しかいない。6狂人で俺はもう6すればいいじゃん。俺3、4だったら本当にもう3、4なわけねえじゃん。俺もうこんな感じでずっと言い続けてて3、4だったらやばいじゃん。これ1じゃなくて6だよ。シンプルに言った方がいいよ。4、6精査して、7、1、2にいる狂人にかけるっていう戦法。俺を釣らせて。って考えるべきだと思う。だってもう表行動見ればわかんじゃん。3と6が被ってんだから。うん、だからもう6人しか俺行かないよ。うん。1番だったらすっげえプレイだからおめでとうだよ。投票が終了しました。うん、追放される投票は嘘をつかない。と思ったら嘘ついてるわ。の遺言をやべえじゃん、これ。してください。やべえじゃん。
バカ野郎。マジ発言精査してくださいよ、5番さん。5番さん入れたんかな ?1 じゃん、ね、これ。やべえじゃん。マジ発言精査してくださいよ。3、1じゃん。あ、終わんないってことはもう、プロじゃないから。なんでそのこの視点が落とせないのかなっていうふうに思いますかね。俺3、1だったじゃん。7番さんだと思ってますよ。7番さんは結構1番さんいや、だから村が1番いけよ。あ村が1番マジでいけよ。なんで人狼があの盤面で3番釣りをして。村がマジで1番いけよ、これ。村がマジで。5番さんマジで。村がマジで1位いけよ。だから初めから1位いかない村がやばいんだよ、もう。だから狂人。ああ、どうなるんや、これ。わからんけど、僕は読んで終わると思ってるよ。はい。夜が更けました。あのさ、だから村がいけよ!7 と1で、ちゃんと人狼探す気がない奴らがマジで多すぎて、4番に人狼あると思ってんだったら、俺、オカミだったら地獄さんに決まってんだろうよ、もうこんなもん。やる気ないわ。6が狂人かもしんねえから。6は狂人かもしんないから。別にいいわ。6強かもしんないから別にいいわ。狂人いたら負け。夜が明けました。ああ、1番だったわ、ローが。昨夜は1名の方が亡くなりました。5番、7番のプレイヤーが発言します。6番で狂人が落ちてるっていうのを祈って俺は1番に行く。4番さん、俺は1番に行くよ。3、4番。ありがとう、7番。君の言うこと聞けばよかった。3番が狼で、わざわざ3人決戦投票で、なおも相方を釣り寄せる試験が絶対ないと思ってるし、2番さん1番だよ、多分。1番、3、1ローロだよ。多分、教授に2番だったらもういいけど、4番っていう可能性もあるか。俺は1番に行く。はい、俺は狂人ではない。うん。狂人をした方がいいのかな、逆に言うと。狼を追い出すため。でも俺はずっと、一番は黒だと思ってるからね。これ思考ロックじゃなくて、3番を狼起点で置いた場合に、4も6も繋がらない。そして、5番が、5番の残しで。1番のプレイヤーが発言します。7番さん、3番さんが僕に黒出しする意味ってあるんですかね、3、1だったとして。3番さん、狼だったら、なんで、普通4番さんに黒出しすると思うんですけどね、その時って。味方釣り下ろすようなことすると。その発想をしてほしかったな、と思います。まあ、4番さん、4番さん行きます。ちょっとなんか、この後怖いですけど、4番さん入れます。以上です。2番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。自分は5番さんが言ったように6番さん釣って終わったらさっさともうめんどくさいんで逃げようかなと思って6番に行ったら終わんなかったんで、もう7番さんにお任せしますよ。7番さんが1位行くんだったらもう いいんじゃないですか。俺、あんまり暴言吐きながらやる人好きじゃないんで殺したかったんですよね。ローとかで見てるわけじゃなくて、うざいんで死ねばいいなと思って、4番釣りをしましたっていうだけです。なんで別に普通にやってたら4はあれだったけど、暴言うざかったんで死ねばいいなと思って4釣りをしました。っていう、これは挑発です。4番のプレイヤーが発言します。暴言は2番だよ。今のは。暴言を2番と言う、2番が暴言って言うからね。7番がちゃんとゲームしてた人。9番を完全に得するのは3、1、ローローが濃いでした。6、強だったんだね、多分。3番をシンと見たんだね。1番で終わるよ。3番が1番に投票しなかった投票行動は嘘をつかない。それだけだ。初日の投票だよ。俺を全力で潰そうとした投票。見ればわかんじゃん。1番には何が是が非でもいかなかった。で9番噛んだ。7番がまともな人狼殺を行ってたわ。2番もちゃんとした人狼殺を行えよ。だから君が言ったら村曲げんだよ。ちゃんとゲームしろ。今日は1位行けば終わります。あなたもヒーローになれます。村のね。7番が正しかったってことだよ。本当に。7-1で1-2で続けてよかったよ。自分の感覚とかセンスは合ってた。まあ、2番が人外だったら曲げるけど、狂人だったら曲げるけど。自分の感覚は合ってた。
うん、まあそれだけでいいよ。うん。どこかで9の芯持ってた、俺も8番じゃないけど。うん。で、1黒出した瞬間、もう3番の芯は切ったからね。うん。俺、裏なってない時点で。3、1、ロー、ロー。6強か2強なんじゃないかなとは思う。7はないと思う、絶対。うん、2番村だったら、1番行けば終わるよ。うん。7番の言ったことが、今回の試合の正しい考察。うん。2番は感情でゲームをしすぎてる。しっかり7、1、4で狼に票入れるんだよ。うん。反省してね。今後ちゃんと1番のみたいなところに入れんだよ。全プレイヤーの。若者よ。そう簡単に結論を急ぐな。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは、ゲーム終了。誰、教授？6か。